どうも、担当エイジです。いつも当チャンネルの動画をご視聴いただき、本当にありがとうございます。今日はですね、皆様にお伝えしたいこと、ご報告しておきたいことがありまして、このカメラを回させていただいております。まずご報告したいことなんですけれども、まあ私事になりますが、先日、まあ、今月初めになるんですけれども、まあ、役所の方へですね、正式に離婚届の方を提出してまいりましたということです。まあ、多くの視聴者さんはですね、まあ、私が既婚者だったということは多分知らない方の方が多いんじゃないのかなと思っております。まあこのチャンネルを立ち上げたのがですね、まあもうかれこれ8年前とかにはなるんですけれども、 YouTube の方で登録して、まあ一番初めがそのドア内張りの外し方、まあ人気アップロードの方にも入っておりますけれども、まあその動画になりまして、でまあそれ以外にも車以外にもですね、家族のその動画とかを当時は上げておりました。まあ今はもう削除当然しちゃってはいるんですけれども、なのでその当時からまあご視聴いただいている方だとか、登録していただいている方はもしかしたらまあ知ってる方もいらっしゃるかと思います。はい。まあ、なのでちょっとそのあたりをですね、少しだけお話しさせていただこうかなと思っております。まあ私だけじゃなくてですね、相手があるお話なので、まあ、全てはお話しできないんですけど、まあ、そこはちょっとご理解ください。はい。まあ、簡単にその、当時のことをですね、お話しさせていただくと、まあ、私がその、まだ20歳になる前ですね、その頃、まあ、まだその会社員とかではなくて、まあ、俗に言うフリーターだったわけなんですけれども、まあ、バイトをしてたわけですね、私は。で、そのバイト先で、まあ、前のその奥さんと、知り合いまして、でそこからこう、まあ、なんだかんだで付き合うようになって、でその中で、まあ上の子がですね、まあちょっと妊娠して、まあできちゃった婚ですね、いわゆる、という形になりましたので、まあ当時私はですね、そのまだ免許も持っていなくて、まあ就職活動をね、もう急いでその定職に就かなきゃいけないっていう風になったので、まあ本当にちょっとね、計画性がないって、突っ込まれちゃうかもしれないんですけど、うん、まあもう慌ててですね、教習所へ通ってまず免許を取って、で、どっか正社員を探してっていう風にこうどんどん慌ただしくですね、やってたわけなんでございますけれども、まあその最初についた職がですね、まあ一応正社員は正社員だったんですけど、まあこれは過去にですね、もしかしたらお話ししてるかもしれないんですけど、まあ某ソーラー会社さんのまあ営業職に、ついたんですけど、まあでもそこのまあ、環境というか仕事の内容が とてもハードで、まあ、当時私本当に世間知らずだったので、まだまだ本当にね、会社勤めとかもしたことなかったので、全くと言っていいほどそのね、社会的な知識とかももう皆無な状態で、飛び込んだら、まあとてもすごい世界だったという感じですね、今振り返ると。本当に今だったら
まあもうちょっとうまくやれたのかなとは思うんですけど、まあ当時の私のその状況では、これはちょっと、長くは続けられないなっていうふうになってしまったので、まあ結構、歯を食いしばって頑張ったのは頑張ったんですけど、まあちょっとそれでもやっぱり、まだ社会に出たてのね、若造にはちょっとついていけないような、世界だったので、まあそこはちょっと泣く泣く、退社させてもらったんですけど、で、そこからですね、今度は、まあ派遣の方に登録して、現場作業の方へ今度は、行きました。で、そこではですね、まあ何年か、続きました。ただそのやっていく中で、まあこれはずっとはちょっと続けられないかなっていう。まあ将来的に見越して、これはちょっと年を重ねてやるのはどうなのかなっていうふうに思った時に、ちょっとその資格を取って、ちょっと手に職じゃないですけど、もうちょっと専門的な仕事というか、そっちの方を考えた方がいいのかなって考えたので、まあパソコンの教室に、今度は通ってですね、まあパソコンの資格を、働きながら取得していきました。だからまあその派遣の仕事が終わった後、夜にですね、まあパソコン教室に通って、で資格を取って、でまあ今度はそのパソコンのスキルが、まあ活かせる、まあ仕事を、まあ行きましたね。はい。まあ、と言っても、その、本当にパソコンの専門の仕事っていうわけじゃないんですけど、本当にいわゆる、まあ、パソコンを日頃使いながら、まあする、まあ、ね、会社の中でやる、まあ事務職でもあるし、まあその他いろいろね、やっていくっていう、まあいわゆる、まあ会社内でやる仕事っていうのに、まあついていくわけでございますね。はい。まあそんなようなの感じで、日々過ごしていって、まあ家族を養っていってっていう、風に、過ごしてきて、まあ、十何年以上ですね。まあそういった形で、まあやっていきました。はい。で、まあ私自身ですね、本当にその、3人の子宝にも恵まれまして、やってきたわけなんでございますけれども、まあいろいろありましてですね、まあそういったような形になりました。はい。まあ、何が原因って本当に言えないんですけどね。本当にいろいろな要因が重なって、まあそういった離婚というような形になってしまったんですけれども、まあ本当に私自身がですね、至らなかった点も当然あります。たくさんあります。はい。まあでもですね、本当にその今の自分があるのは、そのね、前の奥さんと出会ったおかげですし、ね、家族がいたからこそ、そうやって、いろいろ成長、人間的にも成長できて、今日まで本当にやってこられたっていう部分においては、本当にもう感謝しかないですね。はい。まあ本当子供たちにはね、片親にしてしまったので、申し訳ない気持ちしかないんですけれども。あ、そうだ。そんで、そうですね。
ちょっとこれ取りっぱなしなんで、ちょっとすいません、聞きづらかったりとか、見づらい点はちょっとご了承願いたいんですけれども、だからまあ私がですね、そのまあそれからその別居に至るんですけど、まあ別居してね、今のここに、このアパートに、まあこれ担当ですけどね今この社内は担当ですけど、まあ今これこの上に、2階3階がまあ居住地になってまして、ここはまあこのアパートにまあ別居して、まあ私は越してきたん越してくることになるんですけど、まあそれがですね、もうかれこれ4年ぐらい前になるんですかね、多分。まあこの YouTube 活動がですね、まあ本格的にね、こうやって顔を出して、活動し始めたのがもう来年で丸々3年になりますので、もうその前はね、本当に、サラリーマンという形で、やってましたんで、まあそのね、別居し始めたのは本当にもう4年とかに多分なると思うんですけど、そうですね、まあだから当時はですね、もう最低限の荷物だけを持って、その自作パソコンとか、あとなんだろう、掛け布団とか、まあ最低限の服ですよね、をこうキャリーバッグみたいなのにこう押し込んで、まあ家を出たわけなんでございますけど、まあ家もね、まあマイホームと言いますかね、まあ建てたんですよ。まあそこにも本当にそんなにいることもなく、まあ結構早い段階でちょっと出てしまったわけなんですけれども、まあだから当時はね、本当にもうすぐここを探して決めて、でもすぐ出ちゃってみたいな、そんな感じですね。だから電気とかも買ってない状態だったんで、夜ね、その仕事終わって帰ってくると、まあ、まず電気がつけられないわけですよ。まあドアのね、玄関のところは付属してるんで、そこはつくんですけど、あとなんか部屋の中にちっちゃい、こう、オレンジ色の豆電球みたいなのは、あるところがあるんで、そこだけつくっていう感じで。まあ、ほぼ、だから夜だと真っ暗なところで、過ごしてたっていうのがしばらく続きましたね。しばらくその、ね、電気買うまで、部屋の電気を買うまで、そういったような、感じで過ごしてたので、まあ、その当時のことはよく思い出しますね。やっぱり未だに。なんかすごい、悲しいな、みたいな。まあ、で、話戻りますと、まあ今、その正式にね、離婚して、まあ世間でいうバツイチっていうような感じになったんですけど、まあだからやっぱその子供、一番は、やっぱ子供たちですね。子供たちに対して、やっぱ片親にしてしまったっていうところが、まあ自分の中で一番思うところがあって。で、ちょっと最近ですね、その動画っていうのも、ちょっと撮影できるような、ちょっと状態じゃなかったんで、ちょっと出せてなかったっていうのがそこなんですけれども、そうですね。まあ自分がでも、ね、自分たちが決めたことなので、まあそこはしょうがないんですけど、そうですね。まあちょっと本当に、もうちょっと、まあ自分をちょっと見つめ直したいというか、そういったこともありましてですね。
まあ、今しばらくちょっとお時間を、いただければなっていうところでございます。はい、動画に関しては。まあ、一応そんなような、感じのことがありましたんで、まあ、皆様にね、お伝えしておきたいなと思った次第でございます。まあ、本来であれば、まあ、こんなことを、ね、お伝えする必要があるのかどうかってやっぱ思ったんですけど、ただやっぱり、そのずっとね、応援してくださってる方がやっぱりいらっしゃいまして、そういった方にはやっぱりきちんとですね、説明しておいた方がいいのかなと、自分なりに考えて、思ったので、このような形で、お伝えさせていただきました。はい。一応、今の私の状況はそんな感じでございます。はい。以上。で、まあね、まあ、ここからちょっと BGM でも 入れて、まあ、気分をね、変えようかなと思っておりますけれども。だから本当にですね、まあ、私自身の人生もいろいろ、ありました、右往左往、本当に。まあ、今も右往左往しておりますけどね、この活動柄。してるんですけど、まあ、でも本当にですね、これまで応援してくださった方、たくさん、本当にありがたいことにいらっしゃいまして、まあ、ある方はですね、本当にお米をくださったりだとか、ある方は本当に動画ね、共演して、まあ、一緒にこうなんか作業したりだとかね、手伝ってくださったりとか、そういった部分で、応援支援してくださったり、まあ、ある方はね、ステッカーをくださったり、まあ、ある方は本当にね、パソコンのパーツとか、送ってくださったりとか、もう食料をね、送ってくださったりとか、まあ、本当にこの YouTube 活動をしてきて、まあ、本当にいろんな方と出会えて、応援していただいて、まあ、その、なんだろう、やっぱ人の温かさっていうのを、まあ、感じることが本当にできて、本当いろんな経験ができてですね、本当に良かったなっていう。まあ、多分普通に会社員とかサラリーマンしてたら、まあ、絶対に味わえない、ね、経験できないようなことがたくさんできたので、まあ本当に今ここでなんかね、その事故に巻き込まれて とか、突然ね、ちょっとし、まあ死んじゃったりっていうことがあったとしても、まあ多分私は後悔っていうことは多分ないのかなっていう、はい、気はしてますね。まあ、ただまだまだ本当に志半ばなんで、まだまだ本当にたくさんね、いっぱいやりたいこともありますし、体験したいこともありますので、はい、まだまだこれからもね、もちろん頑張っていきたいなと思ってはおります。はい。ただちょっと今しばらく お時間ください ちょっとね、まだやっぱり立ち直れてない部分があるので、はい、そんな感じで、まあ、これからもね、こんな感じの担当やじでございますけれども、あ、そうだ、ちょっと言い忘れてました。ちょっとこれね、もう編集はしないで皆様にお届けしようと思ってましたんで、思ったままをね、お伝えしようと思ってたんで、ちょっと言い忘れてましたけど、その、まあ、私のね、この YouTube の中の名前が、担当親父っていう、名前なんですけれども、まあ、YouTube だけじゃなくてね、その当時、は、YouTube の前に、サイトをね、立ち上げて、まあ、そこでその写真と文章で、いろいろね、この担当、今載ってるこの担当について、いろいろ、この記事をね、載せたりとか、そんな感じで活動してたんですけど、で、そこからまあ YouTube にね、移動したっていう感じで。まあ、この担当エイジのね、名前の由来ですけれども、まあ、もう皆さん、ね、話を聞いてお分かりになったと思いますけれど、まあ、担当に乗っている、まあ、まあね、父親、親なんで、まあ、親父。で、担当親父っていう。まあ、そんなような形でね、こう、ネットの中では、
ハンドルネームというか、つけて、まあ、活動しました、してましたと。で、まあ、これからもしていきますと、そんなような感じでございます。はい、まあ、本当にこんなね私でございますけれども、まあね、今日これ撮影してるのがもう大晦日のね、もう日が暮れた頃なんですけど、はい、まあ今年ね、こんな感じで見えるかな。はい、登録者2万人達成ということで、まあ本当にありがとうございます皆さん。まあ本当に私一人じゃね、まあ多分達成できなかったと思います。はい、未だに現実味というか実感がないですね、こんな2万人の方にね、まあ登録していただけるなんて、やっぱ本当当時はね、まあ予想だにしてなかったというか想像もしてなかったので、でね、本当にこの YouTube でね、ご飯が食べていけるのか、生活していけるのかって本当に、うん、思ってたぐらいなんで、まあ本当に驚きですよね。はい、本当にありがとうございます。で、まあこれをね、用意してくださったのも、まあ日頃からね、本当に私を、もう応援してくれてる、まあ支えてくれてる方なんですけれども、うん、まあ本当に皆さんにはね、本当感謝しかありません。ありがとうございます。ということで、まあちょっとね、まあでもいつまでも、こんな感じではダメなので、まあなるべく早くね、まあ立ち直ってというか、気持ちをね切り替えて、また来年、活動をね、再開したいとは思ってはいるんですけれども。で、まあ、そうは言ってもね、いろいろ予定はもう決まってはいまして、まあ、ね、この2018年は、このメインのね、まあ今、車いじりのチャンネルになってますけれども、これとは別にね、ゲームチャンネルの方も、まあ立ち上げることができましてね、まあそれも本当に、もともとはこのメインの方の視聴者さんだった、まあたびたびもうね、登場してくれてますけど、まあ久豊さんですね。だまあやっぱそういったね、出会い、まあ本当わかんないですよね、その人との出会いって。人との出会いでやっぱりこういろいろね、発生していくので、またいろんなことがね、まあ本当人生って、面白いなと言いますか、不思議だなっていうのは、やっぱり本当この活動してると強く思うんですけど、まあそのゲームチャンネルの方で、はい、今日、ね、いつもメインの方ではやってましたけど、年越しライブを、やりたいと思います。年越しゲームライブですね。まあこんなようなテンションなんで、ちゃんとできるかどうかわかんないですけど、まあゲームの力をね、借りて、なんとか、まあ、やっぱ毎年やってきてることなんでね、こればっかりは、まあ、いくら落ち込んでても、まあ、やろうかなと、思っております。はい。まあ、ゲームの力あればね、なんとかこう、時間はね、経過させることができるかなと思ってますんで、はい。まあ、もしよかったらね、遊びにぜひ来てみてください。はい。ということで、まあ、本当にですね、日頃応援してくださってる皆さん、動画をご視聴いただいている皆さん、あと高評価をね押していただいている皆さんも本当にありがとうございます。もう本当にこういったね皆さんは私にとっては本当にかけがえのない、存在でございます。やっぱり応援してくださる方がいらっしゃらないと、もうこの活動自体がね、まあ、やっぱりできませんので、はい。なのでまあ、これからね、また来年2019年ですけれども、ね、明日からもう2019年ですけれどもね、皆さんにまた本当に楽しんでいただけたりとか、ね、車に関してはね、そうやってなんかこう参考になるいじりっていうか、まあ商品というか、そういったものもね、いろいろ、まあお見せできればなと、思っておりますんで、どうぞ、
来年もよろしくお願いいたします。ちょっと何分撮ってるか分かりませんけれどもすいません、本当にこれは今回はねノーカットで、お伝えしようと思ってましたので、いろいろねお見苦しかったり、長いよ担当やじゃ相変わらずってね思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そこが担当エッジクオリティなんでね、今のところご了承ください、ご容赦ください。はい、それでは、今日の動画はここまで。本年も、皆さん本当にお世話になりました。また来年もどうぞ担当エッジの YouTube チャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。では、ね、皆さん良い年末年始をお過ごしくださいね。はい、良いお年を。ではまた。